それでは線形代数1の第9回の授業を始めたいと思います。まず前回のまとめです。前回の第8回はその置換というですね、ものを扱いました。これは行列式の定義に向けた、準備として扱いました。というわけで今回の内容ですけれども、行列式の定義と展開、それから行列式の性質について説明したいと思います。教科書ではそれぞれ、セクションの 3.3 と 3.4 です。まず行列式の定義と展開というところから入りたいと思います。教科書ですと74ページから見てください。ということで、この授業のですね、クライマックスの一つがこの行列式というものなんですけれども、今日はまずその行列式の定義から説明していきます。定義 3.3 というところですね、教科書の74ページの上の方に行列式の定義というのがあるんですけれども、今、与えられた A をですね、これ N 字の正方行列として、成分を Aij というふうに表します。で、この時にその行列式というのを次のですね、A の成分の積の和で表します。で、まず A の成分の積をどのように作るかってことなんですけれども、ここにありますように A の1シグマ1、A の2シグマ2から A の N シグマ N って書いてますね。これどういうことかっていうと、まず A の I 行 J 列の成分は Aij で表すって言ったので、これが Aij の、A の成分なわけですね。で、例えば A の1だったらこれ最初の1は1行目の1っていう意味で、で次のシグマ1っていうのはこれ列の番号なんですけれども、列の番号をどう決めるかっていうと、ある置換シグマで決めますよということなんですね。で、2行目もこれ A の2はこれ A の2行目も2行目の成分で、どこの列から取ってくるかはこのシグマの2で決めますよと。で、同じように A の N 行目の成分もどんな列を取ってくるかはシグマ N で決めますよと、そういう意味です。ということで、まずこういう形でA の1行目から N 行目までの成分を1個ずつ取ってきて積を作ると。で、何列目から取ってくるかっていうのをこのシグマっていう置換で決めるということを意味しています。で、そうすると、あとですね、このイプシロンのシグマって書いてますけど、これはシグマの置換、シグマの符号を加える、かけるところですね。だから、もしこの今与えられている、使っているシグマが、奇置換だったらマイナス1をかけ、偶置換だったら何もしないと。そういうことを意味しています。で、まずこれ一個一個の積はそういうふうに作ります。で、さらにこの和を取るんですけれども、この和はどのように取るかっていうと、この今使ったシグマをですね、N 文字の置換全体全部取り替えて和を取りなさいって意味です。ですので、例えば3文字の置換だったら、何でしたっけ、6通りでしたっけ、3の解除で6通りとかありますけれども、その6通りの置換を全部取り替えて、この積を取りましょうって、そういうことを言ってます。で、これでこう和を取った値ですね、これはスカラーの値になるんですけれども、これを A の行列式と言います。で、書き方としては、行列式はここで書くの忘れましたけど、英語でデターミナントって言いますから、デターミナントの頭文字を取ってデトの A と書いたりとか、あるいは A、行列 A を縦棒2本で囲ってくくったりします。で、スカラーのこの記号と間違えないでほしいのは、スカラーですとこの記号は絶対値を表しますけれども、行列ではこれ絶対値ではなくて行列式を表しますので、そこを気をつけてください。で、ちょっとその行列式の計算の仕方の例を少し見てみたいと思います。まず2行2列の場合ですね。で、A をこういう行列としましょう。で、この時にまず2文字の置換ですね。これ S2 ですけども、S2 ってを考えると、これは何も文字を変えないか、あるいは1と2を交換するっていう、2つの種類の置換があります。で、それに従ってですね、その行と列の成分の取り方を決めますと、まずこのシグマとしてこの何もしない口頭置換を使った場合には、1行目からは1列目、2行目から2列目っていうふうにこう成分を取ってかけます。で、それからと符号ですね。あ、すみません、これ SGN って書いてしまいましたけれども、これ符号の意味で、この授業ではイプシロンのシグマとして表していたものです。符号のシグネチャーの英語のですね、頭文字で SGN って書いてしまいましたけど、教科書によっては符号のことを SGN シグマというふうに書いているものもあります。ですので他の本を見てこういうのが出てきても驚かないでください。
で、あとですね、もう一つの、弦の取り方としては、このシグマとして1と2を交換するっていう取り方を行います。そうしますと、1行目からは2列目の成分を取り出す。2行目からは1行目の成分を取り出すということで、かけるという形になりますね。でしかも、この置換は基置換ですから、さらにマイナス1をかけると。で、結果として、この2行2列の行列式っていうのは、A11、A22、これですね、マイナス A21、A12、A21 と、まあ、そういう積の和になります。いいでしょうか。で次に 3×3 の例も表しましたけれども、3×3 の場合の置換を列挙しますと、これ、全部で6種類の置換の種類がありますので、その行列の、行と列の成分の取り出し方も全部で6種類全部取ります。で、一応ですね、2つ注意点として、さっきも言いましたけれども、これ各その成分の取り出し方の注意点としては、まずどの行からも1個ずつ、でかつどの列からも1個ずつこう成分を取り出して、積を取るということですね。ですので、1個1個の積は、例えば今だと3個の成分の積になっています。それからもう一つは、この取り出すときに使う置換の符号をかけるということですね。例えばこれ口頭置換は偶置換だから1をかけるし、次のこの置換は基置換だからマイナス1をかけると、まあ、そういうの2点を忘れないでください。でこれを3文字の S3 の6通りだけこう置換を施して、それで取り出してきた成分の積の和を全部取りますと、こういう形のこう和になりまして、これが3行3列の行列の行列式ということになります。まずここまで、いいでしょうか。